ルンダ龍二選手です。90分全体を振り返ってみてどうでしょうか。まあ引き分けに終わってしまったので、まあ、勝ちに行きたかったですけど、まあホーム開幕戦アウェー長崎っていう中では最低限の結果は取れたかなと思います。ご自身今季初ゴールということで前半37分に決めました。ゴールシーンを振り返ってください。まあ、純喜君はあのボレーの形は得意なので、まあ、そこでうまく合わせられたかなと。まあ、交代という形にはなってしまったんですけども、次節東京に戻ってホーム開幕戦となります。栃木SC戦に向けて、意気込みをお願いいたします。まあ、本当にホーム開幕戦なので、サポーターと終わった後に喜びを分かち合えるように頑張りたいので、応援よろしくお願いします。